ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。高畑不動に向けて多摩川をサイクリングしています。高畑不動のアジサイが綺麗に見えるみたいなんで、アジサイを見に行きます。高畑不動には多摩モノレールでも来ることができます。他にも京王線で来ることもできます。駅から見てくるとこの温泉が見つかります。この温泉からスタートしましょう。高畑不動尊の境内地図です。左側の山のところにアジサイがいっぱい咲いてます。本文字2音符があります。ここから入っていきます。これなんか仁王像もマスクしてます。では仁王門をくぐっていきましょう。境内に入りますので静かにします。今は、使用禁止なんでちょっと見るだけにしておきます。この煙はたっぷり頭に振りかけます。このお寺の建物の中に不動明王像があります。これが五重の塔です。で下から地、水、火、風、空から、できてるそうです。できてるというか意味をしてるっていうことでしょうね。はい、これが新選組のあの有名な土方歳三の像です。それではアジサイを見ていきましょう。まだ外出がなかなかできないと思いますので、この動画でアジサイを楽しんでもらえれば幸いです。
アジサイがすごい咲いてますね。
こっちじゃない。ちょっと BGM をかけてみましょう。
なんかいた。あ、いた。うわ、蚊に刺された。かゆい。じゃあ行こうか。蚊に食われちゃった。よいしょ。はい、下山します。こっちはなんか、あ、ここをちょっと最後見ていくか。あ、蚊がいる。うん、綺麗だね。よし、よいしょ、いいよ、よいしょ。ああ、綺麗だね。だいたい拳より大きいぐらいのサイズです。はい、ここからは BGM がなくなります。はい、これでどうだ。ピンク色になったね。ピンク系のアジサイが咲いてきた。すごい。あ、
かなか趣があるね。よいしょ。じゃあなんかピンクだな、全部ピンク、ピンク、これ全部ピンクだこれね。これまだこれから生えてくるやつかな。まあすごい山アジサイ、カニ刺されたな。これがさっきまで来た道です。あ、これはなんかニコニコ地蔵って書いてある、かわいいね。はい、こんなところにやってきました。はい、ここにも山アジサイ。感じかな。岩見なでしこっていう品種なのか。なんだろう、大自在天観世の。すごい、これはまた紫色で綺麗だね。木みたいなやつ長いよね、これ。ヒューってほら、こんなに、ああすごい長い。いつの時代からなんだろう。すごいな、ちょっとね、足がね、蚊に食われて痒い。なるほどね。どっちに行こうか。こっちの五重の塔の方行ってみようか。これはなんだろう。ここは行っていいのかな。極菩薩様って書いてある。よいしょ。すごいね。綺麗だね。五重塔の方行ってみようか。足が痒いなこれ。あ、トンボがいた。はい、アジサイが咲いている山を、まあ、軽く、回ってみました。いかがだったでしょうか。綺麗な川のところじゃないといないんだよね。 BGM を復活させます。五重の塔の裏側に出てきました。この屋根の赤い建物が大日堂って言います。大日堂の中には成流っていう天井があって、その成流の下で手を叩くとビューンビューンっていう音が聞こえます。
他にも、土方歳三が使っていた刀が、展示されていたりもします。結構かっこいい刀なので、ぜひ見てみてください。土方歳三は天然理心流という、剣術を使っていました。違ってたらご指摘ください。この森の中にアジサイがたくさん咲いていました。さっきまでいた場所はこの森の中です。はい、山から降りてきて、元の場所に戻ってきました。土方歳三の像が見えます。ここから見える門が、高畑不動尊の、門ですね、仁王門の裏側です。ご視聴ありがとうございました。